福本秀美術館。さて、なんと今回は念願叶いまして、ついにやりました。京都市京セラ美術館の方にロケにやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、行きましょう。こちらのカフェがエンフューズという新しくできたお店になっていまして、アルコールも出しているので、ちょっとこう帰り寄りに一杯とか、そういった風にいろんな使い方ができるカフェになってます。ちょっと美術館の中でちょっと一杯ってないですね。なかなかないですよね。はい、京都醸造という京都 の、 クラフトビールを入れているので、京都ならでは の、 食材を使ったお食事を楽しんでいただけるようになってます。なるほど、いいですね。絵を見た後にね、いい絵を見たなと言ってまたちょっとお酒飲んで。そうですね。ですね。このまたグッズが、はい、ミュージアムショップで取り扱っている美術館のオリジナルグッズになっておりまして、ビーム創造研究所さんとここのお店がコラボして開発した商品を取り揃えて、チケットカウンターとこうクロークを、はい、通りながらここの大きい階段を上ると、リニューアルして新しい中央ホールというロビー空間に出ることができます。お、急に開けてきました。そうですね。へえ。こちらの中央ホール、天井高約16メートルのかなり開放的な気持ちの良い空間になっていて、もともとは大陳列室という、美術館の中で一番大きな展示室だったところなんです。あ、はい、あ、ここ展示室だったんですね。はいはい、へー、これもともとのさっき外から見えたもともとあった入り口っていうのは、はい、どこになるんですか。それはこちらにございます。こっちに、はい、あらら、ちょっと、ちょっと雰囲気が変わって急に変わりましたよ。おお。こちらが今西広間と呼ばれている空間になっていまして、もともとのここの階段上がって2階のバルコニーに出たりとか、そういうふうにこの建物自体をまだまだ楽しんでいただけるようになっております。おお、特にここがちょうど前の玄関の裏側。ああ、そうだ、ここだ。これ古いこの床、はい、この石ですよね、はい、でこの辺りはタイル、タイルが、はい、いいですね、このまま残しているのが、はい、修繕はもちろん加えているんですけれども、創建当初のデザインというのをできる限り保存して、天井のステンドグラスですか、はい、でこういったのをその1933年、はい、昭和8年に作られて、はい、そうですね、はい、ずっと育んできた京都市美術館。ああ、いいですね、こういう古い建物を見たりするの好きな人って結構いますもんね、そういう方にとっても楽しめる場所、本当にそのなんか建築好きの方とか、うん、こういったこうレトロな建物散策が好きな方なんかにすごく人気が高くて、展覧会を見に来るだけではなくて、こういったパブリックスペースを楽しんでいただけたらいいなと思っています。なるほど、これは
いいですね。